はいどうも、寺川さり、寺川さんでございます。今回はですね、日本史第18代天皇、半世天皇について語っていこうと思いますので、よろしくお願いします。この天皇さんですね、住民の絵の中住子をですね、中殺した人で有名です。いわゆる李中天皇とですね、王位継承を争った王子さんですね。これですね、まあ、本人が手を加えたという、 手を加えたというよりも、住野家の中津美子のですね、側近をたぶらかしですね、中殺させたというような人です。まあ、それがですね、認められてですね、兄弟での継承という形になりました。初めてのですね、兄弟継承の天皇、半世天皇というふうに覚えてください。で、都もですね、奈良からですね、また大阪に戻します。えー、田地市芝垣の宮というところに、えー しますでこの天皇さんですね「容姿端麗で花並びも良かったから水はわり」なんていうですね、えー、別称もありますよと。